はい、ありがとうございます。私、今日は最初に出させていきます。久保田敦史と申します。初めての方も、どうぞ、45分ほど僕演奏しますのでお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。頑張りますのでね。いや、今日はね、伊藤健一さんとジョイントライブということで、普段僕はあまりソロギターの方とね、一緒に関われることが少ないので、今日は楽しみに生きてまいりましたので、この楽しい気持ちをね、もう発散していきたいと思いますので。本当に僕は演奏前はね、ビール飲まないんですけども、今日は演奏終わった後に伊藤健一さんの演奏を聞きながらビール飲みたいと思います。めっちゃビール進むと思うんですよね。それも楽しみなんですよね。本当に初めて伊藤健一さんの演奏を見させていただきますので、ぜひ初めましての方も、伊藤健一さんの方を初めましての方もぜひとも、楽しみに、見ていただければなと思います。じゃあ、ちょっと季節が違うんですけども、僕は子どもの気持ちの目線で書く曲がすごい多くてですね、その曲の一つなんですけども、クリスマスの曲なんですけど、クリスマスイブに、子供がこう寝る前にこう考えることってあるじゃないですか。なんて言うんですか、来るかな、そう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 ね、大人になったらもう夢もかけらもないですよ。今ね、現実知った時僕結構びっくりしましたけども、やっぱり。でもそのなんていうんですか、小さい頃の思いって小さい頃しかこうなんかないわけですよ。だからその時の気持ちをちょっと思い出して作った曲なんですけども、だいぶ前に作ったんですけども、いきたいと思います。サンタサンダという、曲です。
サンタサンタという曲を起こしました。いい曲でしょ。今日はあの、ね、一番前で見られている方なんですけども、あの南京町という場所があるんですけども、そちらの方で、ね、お店で、ライブを、イベントされている方が今日は見に来られているというわけなんですけども、あのこういう機会なので、あの南京町という曲を僕弾きたいと思います。あのご存知ですかね、南京町って。知ってますよね、もちろんですよね。あのもちろんなのかな。あの神戸の中華街ですねの、僕はすごい大好きな、あの土日よりはやっぱこう平日の方がすごい好きなんですけども、あのなんていうんですか、土日はすごいねガヤガヤしてる場所なんですけど、平日はあのあんまり人通りがねなくて、あのじっくり楽しめるので、僕はあの普段行くときは絶対平日にしてるんですけども、なので平日の南京町を弾きたいと思います。じゃあ、なんかその中華街を黄昏ながら歩きながら、こう一人でこう歩いてるイメージをこうふわっとしてもらいながら聞いてください。南京町です。
泣きますという曲でした。なんか楽しくなってきたなじゃあちょっと元気のいい曲を1曲やりたいと思います。最初にも言いましたけども、子ども目線の曲をまたやろうかなと思うんですけども、なんて言うんですか、小さい頃にこう自転車乗ってる時ってなんか周りキラキラしてなかったでした？自転車乗れない方いられないですよねおらないですよねなんかね、まあ、自転車乗れるようになってこう自転車こう乗るじゃないですか。で辺りをこう回ったらなんかこう景色がね、こう 今乗っても別になんとも思わないんですけど、どうやってその目的地まで行こうかしか考えないんですけど、小さい頃はなんかどんな場所があるんやろうとか、これでどこまで行けるんやとかね、どんな遠くまで行けるんやろうとか、ちょっとこう未来をこうなんかなんて言うんですか、期待するというか、もう今はなくなってしまったあの頃の思いですね、サンタサンタと一緒のそういう思いを込めた曲を、元気な曲にしたのを聴いていただきたいと思います。じゃあ、聴いてください。サイクリングという曲です。ありがとうございました。手拍子までありがとうございます。楽しさがね、キラキラした感じね。じゃあもう一曲、子供の曲やりたいと思うんですけども、まあ、単純な曲なんですけども、お母さんのご飯に当てて作ったすごい短い曲なんですけども、まあ、僕、説明すると今神戸に住んでるんですけども、
兵庫県の豊岡というところでもともと生まれてて、あの北の方ですね、兵庫県の。なんで、で、16歳で神戸の方に一人暮らしさせてもらったんですよ。なんで、なんていうんですかね、お母さんのご飯の美味しさをちょっとね、普通の人よりはあんまり食べれなかったんですけど、16歳でなんで、ホームシックになったんですよ、神戸に出た時に。こんなに一人暮らしって大変なんやみたいな、洗濯とかもね、掃除とかも僕全然知らなかったですよ。掃除機なんて持ったことあんまなかったね。お母さんに任せきりでね、家の掃除もやってたんですけども、まあ一人暮らしになってその苦労が分かって、いろいろ掃除とか洗濯とかね、料理とか、料理も最初僕すごい楽しくて、焼きそばんとかいう、焼きそばじゃないんですよ、焼きそばんっていう料理名を自分で考えてこれ説明しましょうか、長くなりますけどどうですか、聞きたいですか、聞きたい。16歳にしては頑張ったんちゃうかなっていう料理なんですけど、まあ、焼きそばを、いやこれ恥ずかしいな、焼きそばを作るでしょ、普通にまず麺とかやるでしょ。でね、肉がないんですよ、お金がないからね、肉がないんですけど、キャベツをね、その代わりむちゃくちゃ入れるんですよ。麺と合合ぐらいでキャベツを入れる。そう、キャベツ僕好きやし、入れるんですけど、で僕おたふくソースが好きやって、焼きそばソース、おたふくソースのね、焼きそばソースをいつもかけてたんですけど、その頃に僕焼きそばと、もう一個でお好み焼きも作ってたんですよ、家で一人でね。なんでおたふくソースのお好みソースもあったんですよ。なんで焼きそばを作った時に、これを掛け合わせたらどうなるんやと思って、焼きそばソースとおたふくソースを半々でこう混ぜたんですよ。で、じゃあこの上に俺マヨラーやしなと思って、マヨラーをブワッとかけたんですよ。じゃあめっちゃ美味しいんですよ。まあそんだけなんですけど、これ焼きそばんっていう料理なんですけどまあまあそんだけなんですけど、ね、こんなちょっと時間を割いてちょっともったいない感じが申し訳ないこんな楽しい日にね、もったいないんだ。で、まあその、まあ、ホームシックになったんですよ。で、17歳になった時のお正月ですねに実家帰ったら、ふかふかの布団と、めっちゃいろいろなご飯をね、用意して、お母さんが待っててくれたわけですよ。ようおかえりって言って、でその時に食べた味がなんかすごい美味しくて、その時に曲を作ったのが僕初めてやったんですよ。自分で曲作ったことなかったんですけど、これはお母さんのご飯に曲を作りたいと思って、初めて作った曲になります。すごい前置きが長くなって申し訳ないですでは、ママの味という曲を聴いてください。
じゃあさっき前置き長くなってしまいましたので、次はキュッと短くして演奏に行きたいと思います。あの月の魔法という曲なんですけども、真っ暗な空の上に、丸い月が浮いているところからいろいろな想像をしていただければいいかなと思います。聴いてください。月の魔法です。
月の魔法という曲でした。これもいい曲やね。自画自賛してしまいますよね。最近なんかね、自分を褒めることが多いんですよね。ようやったとか、曲作った後によう自分やったとか。これね、曲作るときにね、どんな思いかなんか分かります？作られる方もいらっしゃいますよね。あのなんかね、あの陰気なんですよ、家の中でね。あのこうやったらもっと綺麗になるんちゃうかとか、こう一人でこうやって、あこっちやこっちやとか、もっとあるんちゃうかとか、こう一人でこうね、あのやってるんですけども、そうですよね、もっとアレンジできるんちゃうかとかあるんですけどね。あの僕結構でも、あのできたらよしじゃあ人前で発表するぞって言って、こうなんか出来かけのところで発表してよく間違えるんですけども今日も一曲ちょっとやろうかなと思うんですけども、後で、そうなんですよね。じゃあちょっと元気のいい曲やりたいと思います。夏にぴったりな曲なんですけども、なんていうんですかね、夏のこのすごい暑い日に、涼しい風がこう吹いてくる、それは甲府っていうらしいんですけど、それの曲を作りました。聴いてください、甲府という曲です。で、終わりたいなと思うんですけども、久保田敦は、終わりたいと思うんですけども、ちょっとね盛り上がりたい曲があるんですよ。一曲やめよう気分がちょっと変わって気分がちょっと変わってね
ふわーっていろいろ考えてる。やめよう。え、どっちがいいですかね、しっとり。いやでもね、伊藤さんにこうつなげるにはしっとりでこう終わった方が、ね、いい気がするんでね、伊藤さんのね、しっとりな感じに勝負をかけたいと思うんですけども頑張れるかな。ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけども、フィンガーピッキングコンテストというこういうギターのコンテストが年に1回あるんですけども、去年僕そのコンテストで全国2位になれたんですよ。で、ありがとうございます。でもね、悔しいんですよ、やっぱりね。1番がやっぱ1番いいから、で1番になったら世界大会行けるわけですよ。なんで、1番にならないと、まあ意味がないって言ったらおかしい、全然意味あるんですけど、2位でもやっぱ1位と2位の差はすごい差があるわけで、ね、その後の展開はやっぱ世界大会出たいじゃないですか。なんで、来年は絶対1位になるぞという思いで今年出たんですよ。じゃあ今年出たら、大阪に予選があるんですよ、まず。でそこから全国大会行くんですけど、大阪の予選で予選負けしたんですそう、僕の努力が足りなかったんでしょうね。ちょっとね、テクニックを見せようと思ってしまって、トルコ行進曲あるじゃないですか、クラシックの。あれをカバーでやって、すごい技術を見せようと思ったんですけど、すごい技術を見せるどころか、自分が弾けないところを見せてしまって、お前はそんなに下手なのかみたいなね、そうなんで間違えてしまったんですけども、でも あれはカバー曲とオリジナル曲、1曲ずつやるんですけど、そのカバーはトルコ行進曲を今年やったんですけど、そのオリジナルの曲の方で、やった曲をちょっと今からやりたいなと思います。この曲はね、いい曲なんですよまた言いますけども、カバー曲が良かったらいけたと思うんですけどね、聞いてください。平和を願って作った曲です。ピースという曲です。
ピースという曲でした。いや、じゃあこの後は、もう楽しかったですけども僕は、ね、楽しんでいただけましたでしょうか。僕はこの後お客さんに混じって井戸健二さんを楽しませていただきたいと思います。ビールが余ってますからねじゃあ、最後の曲は、本当に、5日前ぐらいにできたてほやほやの曲なんですけども、本当に、新曲になっているんですけども、なんていうんですか、こういう楽しいこういう楽しい、日に、なんていうんですかね、家に帰った後ってすごい、寂しくなるじゃないですか。ドヨーンとなるというか、またあの時間に戻ればいいのとか、またみんなでこう騒げたらいいのにとか、そういう気持ちを込めて作った曲になります。またねという曲です。では本当に最後の曲、ありがとうございました。久保たちでした。Thank you.
ありがとうございました。ではこの後、伊藤健二さんお楽しみください。ありがとうございました。コボタチでした。
それでは始めたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして、伊藤健一と申します。東京から、やってきました。今回は、ね、あの西日本ツアーということで、名古屋から、九州の方まで、ね、あの点々と流れていくような、ね、そんな旅なんですけども、あの久保田君と、ね、あの共演させてもらおうと思ったのはですね、あの友人ギタリストの竹内一郎さんという、ね、あの方があの面白い子がいるよっていうことでね、あの紹介してくれて、で YouTube を 何個か見てね、ああいいなと思ってね、それであのメールしたんですけども、あの素晴らしいステージでね、あの本当ありがとうございました。今日一緒にできて嬉しかったです。で、僕の方はですね、あの、まあ、ちょっとマイク取りということでね、ちょっと久保田君とは、違う感じでね、あのやると思いますけども、そうですね、マイクですね、あの手話のゴッパーというね、普通のマイクで、あのですけども、あのやりたいと思います。まず最初の曲はですね、あの丘を越えてというあの曲を演奏したいと思います。この曲はちょっとね、変わった出来方をした曲なんですね。イギリスのグーア州のマザーグースというのが、ありますね。でそれはあのなんていうんですかね、いろんな詩とかね、短いお話とかね、そういったものが、ね、いっぱい入っている、詩集なんですけども、その中に笛吹きトムという、詩があって、その中の一節に、ね、丘を越えて、遥か彼方へ、あなたのリボンが飛んでいくというね、そういった、まあ、本当に一行なんですけども、あのそこを、ね、あのパッと目に留まってしまってね、それであのできちゃったという、ね、そういった、変わった生き方をした曲なんですけども、もともと私はあの英国の音楽が好きでね、あのそういった曲を変えてみたいと思ってましたのでね、あのちょうどそれがきっかけになったのかなと思っております。では丘を越えてを聴いてください。
ありがとうございます。さっきあの久保田君 の, あのステージングを、ね、あの見ていましてですね、あのなんていうんですか、あの、この曲のテーマの、持ち方がね、あの僕とすごくあの似てるんですよね。あの実はあの僕も子供時代のこと思い出というのがねすごくあのテーマになることが多くて、次の曲もそんな曲です。次の曲は夕日と少年という、ね、タイトルの曲なんですけども、このタイトル通りあの夕日をこう、が傾いたらね、お家に帰るというね、そんな、どこにでもある情景ですね を曲にしたものですね。でちょうどねあの僕の年代というのはですね、小学校の時にファミリーコンピューターというのがねあの流行ったあの世代なんですよね。なのでまあ引きこもりの走りみたいなそんな世代そんな世代なんですけども、あの僕はどっちかというとそのファミコンに走られないでね、こう外で遊んでた方なんですけども、で僕の住んでるところはあの東京都の、新宿区というねところで、なんかこう原っぱとかがねないんですよ。であのドラえもんに出てくるようなこう野球をね、空き地でやるみたいな、そういうのをすごく憧れたんですけどね。じゃあどこで野球をやったかというとですね、あの駐車場ですね、ちょっと大きい、駐車場があって、そういったところで野球をね、元気いっぱいやってました。で車に当たったらファールというね、そういったローカルルールをね作ってね、そう車に当てといてしかもファールというね、それあのひどいルールですけどね、僕も今車乗るようになって本当クソガキと思いますけども、そんな、曲をね、夕日と少年というね、そんな状況を思い出して、弾いてみたいと思います。
ありがとうございます。ではね、ギターを持ち帰って演奏したいと思います。これね、ギターすごいんですよ、これね。こちらの今持ち帰った方がね、ナイロン弦が貼ってあるいわゆるクラシックギターと言われる楽器なんですね。で、私がクラシックギターを弾くようになったのはですね、ジョン・レンボーンという、ね、ギタリストの、おかげというか、彼のせいというかね、そういったことなんですけども、もともとアコースティックギターの音がね大好きで、ビートルズとか聴いててもですね、そういう生ギターの音をすごく耳で追ってるのがね、自分でも自覚し始めてからですね、フォークギターをこう弾くようになってですね、でそれからですね、数年後、高校2年の時にこのジョン・レンボーンのレコードというか CD ですね、に会いまして、鉄面の騎士というアルバムなんですけども、それを聴いた時にですね、このなんていうんですか、ギターの音だけでこうアルバム1枚作ってるんですね。それでね、もうこれだと思いましてね。でジョン・レンボーンはこうピックを使わないで指で弾いてるっていうのは分かったので、そのじゃあ指で弾くのはクラシックギターを4年間やってみようということで、18の時から4年間、やりました。でもそんだけなんですね、クラシックギターやったの。僕はクラシックギター出身だと思えてるんですけども、もともとはこの鉄弦の方なんですよ。で、クラシックギターを4年間やって、さあこっちに専念しようという、鉄弦に専念しようと思ったんですけども、やっぱねクラシックギターの音自体はね、すごく鳴り方とか好きでね、忘れられなくて、両方弾いちゃえみたいなねそういったことでちょっと欲張ってやっております。ではまあクラシックギターってこういう音ですよっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。モレノ・トローバという人の書いたトリーハという美しい曲があります。トリーハというお城がね、こう廃墟に崩れボロボロになっている様子をね、こうトローバさんが訪れて感傷的な気持ちで書いた曲と言われています。ありがとうございます。で、次の曲はまた僕の子供時代のね曲に戻りたいと思います。本当ね、久保田君とそっくりで本当、久保田君と僕はね実はちょうど10離れてるんですよ、年がね。もちろん僕の方が上なんですけどね。
それは見れば分かるんですけども、ちょうどねそれで僕が、こういう活動を始めたのが、10年前ということでね、なんか妙なというかすごく面白い符号だなと思います。本当に、素晴らしかったですね、久保田君。本当なんかいい子だしね、すごいなんかね、なんか変な言い方になっちゃうけどね、すごいいいなと思って、ぜひね東京の方でもね一緒にできたと思っております。で次の曲は思い出の自転車というね曲です。これは実は亡くなってしまいましたけど、僕のおじいちゃんの思い出でね、おじいちゃん、はね、なんていうんですかね非常に寡黙な人で、戦争に行った人ですからね、ちょっと寡黙でね余計なことを喋らないというそういった、人でしたけどね、自転車が好きだったんですよ。で普通のママチャリですけどね、それでいろんなところに散歩するというそういった、人でした。で僕がちっちゃい時ね、3歳4歳ぐらいの時、もうちょい上までね、自転車の後ろに僕を乗っけてくれたんですね。でそのまあ、そんな、情景というか、思い出をね曲にしてみました。まあ多分ね僕も含めて皆さんこう自転車の後ろに乗るということはね今後一生ない可能性が高いのでね、そういった意味でもこう、風を切る気持ちよさと、あと目の前の背中がね大きいというね、大きな背中というね、そういった、風景ですね、思い出して聞いてください。
とうございます。では次の曲はねまたガラッと変わりまして、なんだ、さっきねあのクラシックの曲をやりましたけども、今度はあの現代のクラシックのねあの曲でとても人気の高い曲なんですけども、ローラン・ディアンスという人の書いた、タンゴ・アン・スカイというね曲を演奏したいと思います。この曲はねあの実はこのローラン・ディアンスという人はねかなりこう変態というかね変人というかねあのとんでもないあのギター上手い人なんですけども、即興演奏がねすごくあの得意っていうね、そういう人です。でこの人がね、なんだっけ、飲み会ですね、まあ、パーティーというかねそういう宴会の席でですね、ギター持ってきてわーっつって作っちゃったっていうねそういった、多分実話なんですけどもそれが、本当の話ですね。なんでねこの曲はですねあのタイトルを決める前に、ディアンスが、自分のステージでねあの誰の曲とも言わずにこう演奏しばらくしてたんですね。でその様子を見た友人が、なんていうんですか、まあ、こんな面白い曲を譜面にしないなんてもったいないよということでねアドバイスして、譜面に出したらもう大ヒット、したというねそういった、曲です。まあ、なのでこうディアンスはちょっとねあのできた経緯が経緯なもんでねあの恥ずかしさもあったのかこう単語アンスカイというスカイというのはね、合成の川という意味なんですね。なのであの偽物の単語ですよというねそういった、ユーモアが込められている曲です。とても楽しい曲ですね。聴いてください。楽しい曲なんですよね。これあのディアンスさんのこうこれ即興で作ったっていうんですかね。もうとんでもないですよね。まあ、引き出しの多さというかね、そういうのが伺える、いい曲だなと思います。さてまたね鉄弦の方に、戻ってまいります。本当にねあのどっちも好きでねあの僕は。あのどこそこの楽器屋にいい楽器があるっていうとねあの
全部そっちのけでね、それ引きに行ってしまうというね、そういったあのちょっと体質を持ってましてね、あのちょっとね、あの分かります、分かってもらえますか、本当になかなかね、こう家の人には分かってもらえないこれね、あのこういう体質っていうのはあるんですよね。あの、まあ、新大久保行って小川町行ってお茶の水行ってみたいなね、そういった、気がついたら夕方だったというね、そういう感じなんですけども、よくないですね、そういうのはね。あの、まあ、でもね、あのそういった、楽器好きというのはね、あのやっぱりいいところもあのたくさんあってね、あのやっぱり悪い楽器をつかまなくなりますよね、まあ、これは当たり前ですけども、あのそういう感じで私は今の日本に大変満足しているわけなんですけども、もう浮気しませんということをね、あの、まあ、何度言ったことかですけども、あの今度こそ結構長く続いてるんでね、この日本はもう絶対にもう、これでいくんだみたいなね感じでおりますだんだん語尾がちっちゃくなってきて、まあ、じゃあ次の曲いきましょうね。あの次の曲はね私もそう次の曲はね、雪解けという、タイトルの曲です。でこの曲はね、雪国観光圏という新潟を中心とした観光組合があってね、そのテーマ曲として依頼されて書き下ろした、曲です、まあ、そうですね、あの新潟の方というのはやっぱり雪がねすごいキーポイントとなっていてね、その美味しい食べ物とか美味しい水とかね、そういったものも全部こう雪解け水というのが、すごく、ああいう巨大な貯水ダムというかね、自然のダムみたいなものが、あってこそというね話を聞きましたのでね、あそういった、タイトルにしてみたんですけども、面白いことにね、この曲を聞いた方はね、あのいろんなイメージを持たれてね、お日様のイメージとかですね、あとはなんていうんですかね、まあ、とにかくいろんなイメージですね、あの別れた彼を思い出しましたみたいにね、僕に言われても、ね、しょうがない、どうしろというんだみたいな、ね、感じですけども、そういった、まあ、ご自身の思い出に、ね、重ねられる方もいらっしゃって、いろんな聞き方をしてくださっているなと思っている曲です。僕も、ね、自分の曲の中でもすごく、好きな曲なんですけども、雪解け聴いてください。
ありがとうございます。よいしょ。次の曲はね、新しい、曲なんですけども、なかなかね新曲というのができないんですよね。なのでアルバムとアルバムの間がすごく空いてしまって、いるんですけど、この曲はですね、大きな木というタイトルの、曲です。これはですね、昨年生まれた私の第一子のね、息子の、ために作った、曲なんですけども、まあ、彼をね、その辺に寝かしといて、それで顔見ながら作った曲なんですけどね、もう可愛いんですよ本当に、ね、もうベロンベロンというかね、もうね食べちゃうぞみたいな、ね、そういった感じなんですけども、その、彼が、ね、大きくなってほしいという、ね、思いと、あと自分自身がこう父親として、ね、大きな木というかね、そういった存在になりたいなということで、そのタイトルに、しました。あとね、子供が生まれるとこう心境がえらい変わるよっていう話をね、いろんな方から聞いていたんですけども、私もそれに近い体験をね、したんですよ。でそれは何かというと、この隣のトトロっていう映画ありますね。であれを15年ぶりに見たんですよね。でそのトトロはそれほど好きな映画じゃなかったんですけども、15年ぶりにこう見てたらね、こう涙がもう大変なことになっちゃってですね、すごい感動してしまって、もう、なんですね、こうだけ変わるんだなっていうかね、映画はこう宮崎駿さんが子供がやっぱ好きなんだなということはね、いろんな場面があって、全部の場面がやっぱ子供を喜ばそうっていうね、視点っていうのがねあるんですよね、全部ね。だからそれをがなんかこう感じられてね、すごく感動してしまったんですけども、まあトトロにもこうどん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 大きくなる、木が出てきますね。でなので、まあちょうどいいなと思って、このタイトルにしました。で先ほどからこうギター好きの方もいらっしゃるんで、ちょっとマニアックな話もしますけど、私は普通のチューニングなんですね、全部ね。なのでこの曲も普通のチューニングで、しかも C というねC みたいなね、そういった曲ですけども、まあこういったまあ始まりの蝶みたいなのでね、作るっていうのも一つのテーマでした。それでは大きな木を聴いてください。
ありがとうございます。すいません、今時間って分かりますか？9時51分50分ですね。ありがとうございます。まあこういったね、手付けとナイロンゲン、あのどちらの、方も、いい感じなんですけどね、なんですけども、なんだっけ、あ、そうだそうだ、あのカウンターの方にですね、あのさりげなくあの CD がね、あの置かれております。あのさりげなく置いたつもりです。あの、なんですけども、海流と、風車というね、そういった2つのアルバムが置いてあって、で久保田敦史君の、言論の自由というね、なんていうんですか、マキシシングルのようなね、そういった、感じのミニアルバムですねが、置いてありますので、ぜひね、今日の良き日の記念に揃えていただけるとね、嬉しいなと、思います。では、どうしようかな、あと、1曲ほど、やりたいなと思います。どうしようかな、こちらな、この楽器はですね、あのヘルマンハウザーという楽器でね、ドイツの楽器なんですけども、まあ、ドイツらしいというかね、こう音がね、一本一本カッパーンって、ね、前に出るような、ね、そういった感じです。クラシックギターでもスペインというのがね、もう一つ本場なんですけども、スペインのギターというのはどちらかというとこう色っぽいね、鳴りがこうふくよかなりというかね、色っぽい感じの、楽器でね、本当国民性がそのまま出るんだなという、ね、感じが、いたします。私は、ね、このハウザーが、ね、すごく好きで、ね、まあ、憧れでもあったんですけども、まあ、これで、とにかく先生みたいなギターなんでね、これと一生付き合っていきたいなと思っております。では次の曲は、アクアマリンブルーの思い出という曲です。これは実は私の父親が作った歌でね、なんですけども、それを私がギター曲にアレンジして、弾いております。さっきからね、おじいちゃんとか息子とかね出てきますけどね、今度は父親ということでね、僕の父はね、厳しい人ですね、なんていうんですか、こうギターをやりたいっていう言った時にはですね、そうか頑張れということでね、言ってくれて、まあ本当二つ返事というかね、ギターをやりたいっていうことを言ったんですよね。でそれに OK をしてくれた、応援してくれたんですけども、で今度この専門学校が4年ありますよね。でその4年が終わったらどうしようってことでね、その専門学校の先生というねポストがやっぱ与えられていてね、自然と、まあ、伊藤君は来年はここで働くよみたいなね、そういった感じにね、雰囲気がねあったんですけども、それ僕どうしようかということでね、相談したんですけども、そうしたらそれはやめておけっていうふうにね言われて、就職をするなっていうね、親っていうのはどういうもんかと思うんですけども、僕は言えるかなとね思いますけどね、同じことをね息子に言えるかどうか分かりませんけども、それはやっぱね、父親としてはこうギターをやりたいって言ったんだから、ギターを弾くという道でね、お前責任を取れというふうにね言われてね、それが今でもまあ、心の真ん中にあるんですけども、そんな父親の作った曲です。アクアマリンブルーの思い出を聞いてください。
では、次の曲で、ラストに、したいと思います。本当に今日はね今回のツアーではですね実は川端智明君というねこれも関西の若手の方ですけども、その方と久保田君と、共演するのがねすごく楽しみでね実際お話しするのが楽しみで、なんていうんですかね、多分確実にね僕らの世代とはねこのギターの音とかねに対する、感性っていうのが多分違うんだろうなというふうに思って、すごく話するのが楽しみだったんですね。でも本当二人ともこうなんていうんですかやっぱ期待以上のというかなんか偉そうですけどもなんかそういうみずみずしい感性というかねお持ちでね本当に私も嬉しいなというふうに、思っております。じゃあ最後の曲はね、海流という曲を演奏したいと思います。この曲はですね実はテーマが、あるんですよね。ちょっと話長くなりますけども、数年前ですね指をちょっと故障というかねなんか麻痺したことがあってですねまあそれもきっかけだったんですけどねやっぱこうステージの上に立って演奏するということがねちょっと怖いというか、そういった時期がありましてね、なんていうんですかねこうギターが弾けるということをギターが弾ければねこう皆さんの前にこう立てて演奏できるわけですけどもやっぱそれだけではダメだなというかねそういったことを思ったことがありました。そんな時にできた曲なんですけどもなのでこう海流というのはこう海の上からじゃ目に見えませんよね。なのでそういった、目に見えないものというのを、ね、音楽やる上で意識したいなと思って、それを、まあ、その気持ちを忘れないために、この曲を、書いたんですけども、最初の場面はこう、こう上から海を眺めている、ね、そういった凪の海を眺めているそういった場面でそれから、真ん中の部分は海流の下に潜っていってね、その流れに出会うという場面があってそれからまた、そこから戻ってきてまた上から見るというねそういった、つもりで、自分では弾いています。なのでね、まあ、この話をするとねいつもこう反省会みたいな、ね、雰囲気になってしまうんですけども でもね私自身ね、まあ、そういう、まあ、反省とかっていうのはあんましないもんでねこういう曲でちょっと書いとかないと忘れてしまうということがすごくあるんで楽天家なんでねこういった曲を、書いて おいてよかったなと、ね、自分では思います。ちなみにアコースティックギターマガジンの35号にねこの、曲の譜面と CD 音源がね載っておりますのでもし興味のある方は、ご覧になってください。では最後に、海流を弾きたいと思います。Thank you.
ありがとうございます。本当に、ではね、最後にせっかくなんで久保田君となんか、一曲、やろうかなと思って、さっきちょろちょろっと準備してね、まあ本番うまくいくかどうかっていうことですけど、じゃあ一緒にやりたい、久保田敦史君。あ、そうかそうか、なるほど、はい、そうだよね、はいはい、僕結構もう楽しんでビール飲んだので笑えないです。ああそう。そうそうそう、言わせましたけど、今日ね、いいあれなんで、終わった後ここに楽器を置いときますんで、よかったら自由に触ってってください、はい、それはもう、はい、ぜひぜひそれは、久保田君のその親指の爪っていうのはあれなんですか、地、はい、爪なのこれ。地爪です。そんな まくれてんの。すごいね。昔スカルプチャーって、ね、はいはいはい、女性がやる、はいはい、あれをやってたんですけど、うん、音が硬くなりすぎて、そう、ね、なんか、うん、生きた音じゃない感じがするので、やめて生爪にしたんですよ。あ、もう今何もつけてないんだね。そうです、何も、あ、そうなんだ、何もつけてない。あ、僕もそうなんだ、一緒なんですか、うん、そう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 、へえ、あ、ちょっとなるほどなるほど、結構長く結構長くしてますね。あ、これ、あ、これはですね、紙やすりなんですけども、なんていうの、耐水ペーパーって呼ばれてるやつね。え、はい、これ1200番。そう、コバックス社というね、そういう会社の1200番。これね、違うんですよ、会社によって。僕はコバックスの1200番がね、そう、好きで。そうなんですよ、これね、面白いことにね、爪伸ばしてるんですけども、まあ、実際にこう肉で当たるんですよね、最初は。で、爪でこう抜けるんですけども、こう爪がね、面白いことに、どんなに引いてもね、これ一周するんですよ、ちゃんと。ここからここまで触っていくんですよね、弦を。だから、どこが傷ついててもね、ガリッとした音になってしまうんで、それで、へーってそういうね、こうあれ、もう毎曲ごとにね、まあ爪って人によって違いますからね、多分久保田君の方が強いのかな、爪はあんま割れないでしょ、ね、ね、強いタイプ。僕はもうペラペラ。牛乳、ああ、そうか、その魚、カルシウムがね、僕納豆食ってるけどね、あんま対抗意識もあるってどうする。でも僕のペラペラなんですよ。はい、あ、グラスネイル、どうです、グラスネイル。いいです。あ、本当に。でもやっぱ鉄弦に特化した感じ、やっぱナイロン弦だと。あ、本当に。へえ、あー、グラスネイルね、僕困った時はもうアロンアルファでね、やっちゃうんで。そうそう、あ、じゃあじゃあ曲の方、一曲、やりたいと思いますけども、まあこれは皆さんよくご存知の曲だと思いますけども、アメージンググレースというね、曲をね、二人でやってみたいと思います。それでは今日は本当にありがとうございました。